の物資が48時間ぐらいに届くような対策を策定する方針です。岸田総理大臣は就任した翌日の午後に北朝鮮による拉致被害者の対象に東京と北朝鮮の4人に大きな爆発があったのか、イスラエルの水柄の情報機関を入力したと発表するなど